シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よくのけば、新型マサムネ、次までに勝率を上げるポイントを解説していくってやつぜ。いや、これ本当に難しかったよな。マジでやばかった。で、まあ、次回の降臨時までに勝率を上げるポイントを今回まとめてきたから、それを解説していくぜ。で、まずは、この今回のこのクエストの個人的感想を、まあ、話していくぜ。まあ、新アマテラスと比較するけど、圧倒的運ゲー。これはマジでやばかった。あんまり運ゲーとか言いたくないんだけど、そういう場面多かったよな。ね、新アマテラスの方は、その制作者の意図をしっかり読み取ることができるようなクエストであったから、まあ、すぐに、まあ、敵のバリア破壊して地雷取って、まあ、弱点をつけばいいのねっていうのが分かったんだけど、今回のこのクエストは、まあ、最後までそれが分からなかった。いや、まさか、これって、適当に弾いた方がお祈りショットの方がダメージを出せる場面があるんだけど、それ多分違うな。多分、俺がまだ気づいてないだけでいいような方法があるんだよなと思ったけど、最後まで多分やって思った。多分それはない。普通に運ゲーになってると。ねえ、まあ、原則壁を生かせるクエストじゃないかなと思って俺予想してたんじゃないか。全然違うよねこれ。ただの邪魔だったと。で、右側にある通りこんな感じ。新伊達政宗思い出、これ何回あった。これ結構あってな。例えば 4P で 1P のあの混乱状態を回復させようと思って行って、そのために斜め打ちとかして暴れたらピュイーンってなって、こういうのあったよ。これも本当に思い出、本当に。だからまあ本当に邪魔でしかなく張り付いて終わりのシーンは結構あったんだよねこれ。だからまあちょっとよ、難しさの違いがあったよね。アマテラスとこの伊達政宗は本当に仕方ないと思う。これは勝てなかった人も全然気にする必要なし。で、そんじゃ個人的感想ここまでにして、まあ、勝率を上げるために確認しなきゃならないことを見ていくぜ。そんじゃはじめ、これビーダーとビーダーどちらが強い。で、俺の答えとしてはこれも圧倒的ビーダーが強かった。で、これビーダーははじめすげえ回復してくれるし強いと思ったんだけど、まあ、これよくよく考えてみると、ビーダーが足を引っ張った分をビーダーがまあ補ってるってとこなのよ。22の国のニーベルンゲンみたいに自分で削れなかった分を自分で遅延で補うみたいな感じになっちゃってるの。で、まあ、ビナーの弱点としては、サンフレしてダメージを与えに行く頃にはもう減速しちゃってる。これね。で、これビーラの場合は超アンチミドがあって、ものすごい速くて、まあ、弱点を突きに行けるチャンスが何回もあった。お祈りしても、まあ、突きに行けるチャンスがあると。で、さらに面白いのが、このビナーの友情が、まあ、サークルだから、雑魚処理に向いてないのよ。ね、ビーラ艦隊とか、まあ、ビーラ増やしていった人は思ったと思うけど、友情でしか死なないドラゴンたち、あれ結構ビーラが、超強次元さんとかでもやってくれんのよね。パパパパパって。あとバウンド弾で。ボスにもダメージが入るし、バウンド弾は。まあ、そういう点で、あれ、ビーラって強いんじゃないと。ビーラの弱いイメージがありすぎて、ちょっとビーラの方がいいんじゃないかと思ったかもしれないけど、まあ、ビーラはなかなか良かったね。で、あと、ビーラはワクワクを3つつけることができる。これもマジでやばい。これによって、まあ、ビーラの艦隊性能がめちゃくちゃ上がってくる。さあ次はおすすめ編成で、この中でいいと思うのがビーラ艦隊で、ビーラがマジで強い。ワクワクの恩恵を受けまくって攻撃力が半端なく上がって、もうどんどん削ることができると。で、まあ体力面がちょっと心配、まあ、ハート音がよっぽどなかった場合普通に負けてしまう。で、多分よ、後々勝った組、タイムシフト組とかは本当ビーラの艦隊が多いと思うのよ、自分も含めて。これは結構勝率が高い。で、まあビーナー入れた場合、ビナーはまあ強いんだけども、体力面の心配がなくなるだけ。体力面の心配がなくなるから、あとはまあ、お祈りや自分の PS でしっかりと弱点をガチで削っていかなきゃならない。で、ビーラ艦隊の場合は弱点をつけなくても、ダメージを結構与えることができるし、弱点一回でもつけばとんでもねえ威力を発揮してくれるわけね。まあ、だから、なんて言うんだろうな。体力面のハート系の心配はあるけど、ある程度失敗してもワンチャンあるよと、3時間の間に一生はできるかもしれないよっていうのが、まあ、ビーラ艦隊になってるよね、これが。で、弾さえ壊せば電線怖くないし、まあ、紋章はつけるの大変だけど、つけたら、まあ、防げると。まあ、よっぽどハートがない限り結構耐えてくれる。で、2個のたまたまがよ、あれ、結構はまれる環境じゃなくても、超アンチミドで暴れたら意外と倒せる。サンフレとかして。これが強いんだよな。まあ、要するに、伊達政宗が女の理由は、ニコのたまたまを壊したモンストイフストーリーズって感じなのよ。まあ、これどうでもいいんだけど。で、次、ケロンがマジで強かった。
で、もう、タイムシフトクリアした後に、すぐにケロンで挑んだんだけど、このケロンがボス戦までは雑魚すぎる。引っ張られて、ウィンドで、投げ払いくらってやばいんだけど、こいつボス戦に行ったら、豹変すると。で、このケロンの強みが、ボスに引き寄せられ、そして、その引き寄せられた状態で気弾出るから、ケロンが受け止めて、耐性を持ったケロンがかばってくれると、ダメージを減らすことができる。そして、防御アップで仲間の防御アップさせ、ビーラ3体のダメージを、減らすことができると。で、さらにすごいのが、こいつの SS めちゃ削ることができる。こんな感じになってるんだけど、いや、どんだけ削るのってくらい頑張ってくれるから、これが、切り札になると。で、あと、ボス2とかの削りも意外と3筆して、一回確率につけるとか、いう風な手段持っていけると。このパワー！半金試したんだけど、こいつ、なかなか、SS 結局打っても、やっぱり弱点狙わなきゃダメっていうのが分かって、状況によってはめちゃくちゃ強いかもしれないけど、おそらく使う場面でこいつをうまく使うのはかなり難しいと思う。ボス戦まで行くのもかなり大変。で、次、ワクワクの実。これ結構重要だな。で、もう本当に思ったのが、超必須級。照明、平面、世界変わる。これはマジやばい。値段の 10% と合わせて、もう弱点を2回ぐらいついた分減らせる。もっと減らせるか。もっと減らせる。3回ぐらい。だから、相当有利になってくる。これは絶対につけて。で、艦隊とか、ビナを入れていくパーティー、3体のビーラとビナ1体の時でも、ちょうど3枠余るのよね、これが。で、ビナの場合でも2個あるけど、そこに照明、平面を入れたらいいのよ。で、下の必須級と必須級2の、この同族過激3種と激種、戦型の、過激3種を、入れたら、3、3、3で、残りの3と、ビナタに埋まるわ、余るわけよ。で、そこに、照明、平面、プラス、同族、雷入れて、やれば、もう全然大丈夫だから。そして次、ビーラ艦隊の、同族仮面。さっき言った時に、ビーラ艦隊に同族仮面つけることによって、14万までメダル入れてあげることができると。ここまでいけば、体力の心配はあまりない。相当ハートが悪いことない限り。そして、好みで、失神でワンチャン狙うのもあり、ってなってんだけど、ラストの、ドラゴンがどうなるか分かんないんだけど、それまでは減速壁を出さないようにできたりとか、即死球回避とか、今回勝った人の中でも即死球回避で勝った人もいるんじゃないかな。たまに当たらないから、それも防ぐことができるから、いいんじゃない？即死球せでも次2ターン後に来るけど。で、次、さらにハート強化。で、これハート強化はつけていいんだけど、つけるんならもう同族加盟とかの方がいいのかなと思うんだよな。さらにハート強化をつけなくていいという理由がもう一個あって、それは後で解説するんだけど、さあ次、線形の書、これ。これなんだよな。で、超線形バランス型。これが、ちょっとよ、かなり重要で、多分知らない人もいっぱいいると思うから、これ本当に重要。攻撃力、友情コンボの威力が 5% アップとあるんだけど、今回のこの伊達政宗は、超アップクエストなのよ。で、この、超戦型のバランス型は、超アップのステージだった場合、5% ではなくて、2倍になって約 10% になるのよ。要するに、これ、プラスで、待機の心得をつけてるようなもんなの。これが。で、もうわかると思うけど、友情コンボの威力もすごい上がるし、結構削りも半端ないと。一つのポイントとしては、ビーラにこれ超戦型つけるかと。いや、ちょっとマジで、ビーラ俺めちゃ厳選したけど、ビーラの使えるクエスト誰か教えて、4アカでめちゃ強くしたのに使うとこあんの声って。要するに、今回のこの伊達政宗だけのためにつけるかっていうところ、それ以外で運極集会とかで使ったわけだけど、で、ちょっとよ、次やばいのが、ハート回復量 20% アップ。これもマジでやばいよ。さっき言ったハート強化の力を、あれつけずにこっちをつける戦法もあると。で、さっき言った通り体力がやばいという環境で、このハートの回復が本当に重要になってくると。で、ハート強化の過激、ハート強化のワクワクを過激に回し、こちらでアップするもいいんじゃないかと。今回の伊達政宗のために作られたかのような、線形の書バランス型のタイプね。本当にやばくない。こんなに強くなるのよ。で、次、レベルの書。これは迷わずつけて。これはもう迷わずつけよう。門は最近やってないけど、これはつけて。これは絶対つけた方がいい。つけない理由がない。そして、メダルアイテム。で、まずは、これ、ゲージ。あ、その前にメダルアイテムは絶対つけよう、これ。相当やばい。で、俺は基本的にメダルアイテムをつけずに貸したいという人間だから、
3時間ずっとメダルアイテムをつけなかったんだけど、やっぱみんなつけてるし、もうつけた方がいいんじゃねと。もうつけずに負けるよりつけて勝った方がいいという感じでやったんだけど、まずゲージ、ミラの早すぎるゲージをカバー。これで負けたと思うやつ。俺、3時間なんてに、5回負けた、これで。ミラのゲージで。もう本当に気軽に始めたの、ビューッと飛んで、もうバチバチバチってなったから、その後。だから、本当に、これはマジでよ。つけた方がいい。で、その後必中つけたんだけど、まあ、メダルで後半行ったから、タイムシフトは。そして次 !10% 削り照明平面と組み合わせることによってかなり有利に。これマジでやばいよね。照明平面がつけるだけで世界変わったのに、それプラス 10% 削ってくれることによって、もうボス点の弱点を突く回数が圧倒的に減って、ビーラーの友情を当てるだけで勝てる可能性があると。まあ、これはマジでやばい。もうゲージを、まあ、メダルない人はゲージつけなくていいから、まあ、必中とかつけたり、紋章でカバーしたりしていいから、まあ、10% 削りはいる。そして、ハート。ビーラーカウンターの場合は、これが命のハート。これ最初ポコンって湧くから、それを取らないように立ち回ると。で、まあ、それが湧いて、それを初め取ってもいいから、次湧くハートだけも全て、もう温存するという戦法ができるわけね。このハートも重要。さらに、体力最大値アップの、このハートのやつね。ビーラーの体力を14万まで引き上げることができると。これで、結構、まあ、ビーラー艦隊の場合の体力を温存することができると。まあ、すべてつけれるなら、つけた方がいい。メダルつけても、自分の、まあ、勝ったよという気持ちになれる人は、メダルアイテム使ってもいいんじゃないかということね。で、次は、使用回数による HP アップ。ビーラーの使用回数に応じて、1体につき、まあ、1000までアップと。要するに、艦隊で4000まで上げることできる。これは、仮面系の実を1個つけたぐらいの、まあ、上昇値があって、まあ、結構重要。これは上げなきゃならねえ。今回上げずに挑んだから、まあ、そもそもビーラー使ってないから全然。これは本当にあった方がいいね。そして次、スポット。現在一部機能停止中なんだけど、これが重要。で、まあ、多分挑む時に思ったと思うけど、これ本当にプレイヤーによって、機強化とか、運出てた人本当に有利じゃない？クリティカルを使って、大ダメージ出せるし、機強化で、まあ、基礎の攻撃力を上げることができるから、本当にポイントだよな。そして、まあ、あと、紋章アップ。対弱とかをつけれない人は、これ対弱の一番下のやつつけて、まあ、モーションアップとかで少しでも上げることによって、本当に、まあ、強くなるから、これもおすすめ、スポット。で、次が、豪熱ボーナス。これ、アップデートの後にできるようになるんだけど、このビーラだと最大で、まあ、最大っつうか、最大まで上げれる人は今、いるかな？そのポイントをビーラを攻撃力とか、まあ、ビーラーのポイントを上げるために使うのは絶対にもったいないから、他に、まあ、使うとこあるから、まあ、もし、どうしても勝ちたいなら、ビーラーに回して、この体力490、攻撃力720、スピード、まあ、12.9 にアップさせるために、まあ、使うのも、まあ、あり。だけど、一番おすすめしないかも。まあ、少ないように見えて結構重要なんだけど、まあ、ビーラーに使うかなっていうのはあるね。本当にまあ、こういう選択肢もあるんだよってこと。で、次、紋章。まあ、今回紋章をつけても、本当にまあ、勝つのは難しいぐらいのクエストだから、いいと思うんだけど。まあ、一番つけた方がいいのが、対水極み。これによって、まあ、結構ダメージを稼ぐことができると。で、次、対弱点。まあ、ボスに関しては弱点のダメージ出していくわけだから、まあ、弱点は絶対つけた方がいい。これは。ラスゲも弱点も。貫通タイプで削りに行くわけだから。そして、必須3が、電線抵抗。まあ、これ、たまたま壊せばいいんだけど、たまたま壊して、伊達政宗イフストーリーズアルファにすればいい話なんだけど、まあ、つけた方が、万が一の場合、玉処理を送れた時に助かるよと。で次、ビーラー用に、まあ、ゲージ必中。メダルでいけるなら、まあ、つけなくてもいいけど、まあ、つけたら、まあ、いいかなと。まあ、というわけで、ここまで紹介してきたけど、まあ、次、なんとか貸したいけども、やっぱ初回勝てなかったらもう次いつでもいいや、特攻モンスター待った方がいいやって思う人も出てくるから、ビーラーに昇仙系とかつけるぐらいなら、まあ、そこはまあそれぞれの価値観だから、まあ、今回紹介したやつを参考にして次挑んでくれたら嬉しいぜ。まあ、次のよあの豪絶令は超究極来るんだったら、本当に新アマテラス路線で行ってほしいよね。これは本当にだからよ、シュリンガーランとかモラルとか、モラル 100% か、そして、レクイエムの方をちょっと厳選して、早めに対策した方がいいけど、まあ、また半年後くらいか。まあ、全然いいか。まあ、そんな感じよ。まあ、参考にしてくれたら嬉しいぜ。おめえらのコメント待ってるぜ。そんじゃあ次の回で会おうぜ。あばよ。いいからそこに並べ。俺が焼きをしてやるからよ。
夜勤がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の夜会で待ってるぜ。泣き言って仕方ねえ。